おはようございます。画家の木曽です。今日はですねこちらですね、こちらの後ろに見えてますクジャクを描いていこうと思います。アクリル絵の具で描いたという作品ですけども、非常にこう土台作りから書き込み、もう最小限の仕事で最高のパフォーマンスをできた作品だと思います。よかったら楽しんで見てみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。これはですね、神はですねファブリアーノやったかな、ファブリアーノの神に描いていきました。まあ、アクリル絵の具も水彩紙であるとか板に描いたりとか、まあ、様々なこう指示体に描いていきます。でもうアクリル絵の具の場合はもう鉛筆濃いめ 2B とかで先しっかり尖らせて、輪郭を描いていっております。濃いめでいいです。濃いめね、濃いめにしっかり描いていってあげてください。この辺顔とかかっこいいですね。クジャク、まあ、本当ね、皆さんのね近くのこう動物園とかね行ってみて、安いですもんね意外とね。市営の動物園とか思ってるより安いわっていう感じですけども、まず輪郭をチュチュチュと、まずこう顔をね、かっこよく、これはですね久留米の鳥類センターみたいなところに行きました。まあこれ何曜日行ったかな、土日やったと思うんですけど、それでもそんなに混んでなかったですけどね。もうちょっと暖かくなってくればもっともっと、混むかもしれませんけど、この体のあたりとかの、まあ、羽もものすごくこう正確に一本一本描きたいと思ったら転写されたらいいと思います。で、まず色ですね。これはブラックですね。マースブラックやったかな。まあ、絵の具のセットについているようなものでございます。で、ここのね、ピョンピョンピョン、トサカっていうの、なんていうの、これよくわかりませんけども、そういうのも書いていって、輪郭をまずこう、濃いのでなぞりました。こう出だしの段階ね、うわーっとして、ぼわーっといきますから、ちょっと楽しみに、しておいてください。ね、こちらの輪郭をなぞっていきました。まあこれはこう濃い色とかを塗っていった時に消えないためにやってます。まあ、2B とかでやったらじゃあ消えないんじゃないですかとか言われるかもしれませんけど、それも消えてしまいます。結構ね、まあアクリルの描き方みたいな方法論みたいなのはないんですけど、まあちょっとこう、透明水彩、水をこれたっぷり、きれいな水を今塗っていっております。まああの描き方みたいなのはないんですけど、でこれは何ですか、バーントアンバーやと思います。バーントアンバー、これはセルリアンブルー、これもだからね、この辺も、アクリル絵の具の教科書的な動画を作ったと思うんですけど、これはねビリジャンみたいな色やったと思うんですけど、結構マットな、でも僕がこうやってたフタロシアニンブルーとちょっと黄色を混ぜてちょっと白とか混ぜると、このビリジャンみたいなレモンイエローやと思います。やったり、フタロシアニンブルーにちょっとこう白混ぜて、ほんの少しウルトラマリンとか混ぜたら、このセルリアンブルーに近いような色になると思います。そして一番下はバーントシェンナやと思います。で水をたっぷり塗って、濃いところグッグッグッとまず描いてきました。まあこれアクリルなんとかやってますけど、ある程度この下に見えてきても違和感のないような色を僕はこう最近選択していってます。まあこれアニメの背景画とかのまあガッシュと呼ばれる画材ありますけども、それの動画とかも参考にされると、まああれとほぼ同じような感じです。であれの場合っていうのはそんなにこう重ね塗りっていうのはちょっと難しいんですけど、アクリルの場合は重ね塗りができます。でもこうガッシュの場合はなんかちょっと柔らかい雰囲気になる感じっていうのがあって、まあアクリルはこう完全に乾いた後っていうのはなんかね硬いっていうとね、もうこうハケムラみたいなのがすごいしっかりくっついてしまうというかね、残ってしまうところがあるところあるので、まあその若干のこうニュアンスが同じような描き方してても違ってくるかなというふうに思います。だから、まあ、それぞれの特性が、ちょっと水がね、これ紙がこうどうしてもこう、ブロック式の紙やから波打つんで、水が溜まります。そしてもう一色これがやっぱ欲しいなということで、これコバルトブルーだと思います。コバルトブルー。でもこれもコバルトブルー、チントとかヒューなんですね。で、こういう大量系の絵の具っていうのは大体チント、ヒューなだと思うんですけど、まあ、そういうのは本当にこう、混色とかで、大体僕がこう、その、アクリル画の教科書っていうやつで、使ってた絵の具に、混色すれば大体作れるはずです。はい、言うてしまいました。まあ、作るのめんどくさいなとか大量に使うなという人にとっては、やっぱりこういうふうにもう混ざり合ってるような色とかっていうのはすごいこう便利やったりすると思います。ね。で、背景とか、白とかをどんどんどんと置いていって、輪郭線がね、なるべく消えないようにしながら、描いていっております。そして、くちばしみたいなところをギュッとこう描いたりです。
で、この辺は白明るい色とかで描いていく。ね、中間色みたいな色から少し暗めの色全体に塗って、で、そこからこう、ね、もうほんとね、モチーフとしてはね、もうすごい鳥いいですよ。今度は、何ですか。鶏も描こうかな思ってますしね。もうミミズクとかね、フクロウとかも面白いしね。まあインターネットにそういう画像とか山ほど落ちているから、そういうのを見て描いたらいいじゃないですかって言うんですけど、やっぱね、こう著作権的には、やっぱその撮った人によくこう、それでもフリー素材がどうちゃらこうちゃらでとか、ね、いいんじゃないですかとか言うかもしれないですけど、やっぱね、自分の絵に愛を持ってほしいわけです、おっちゃんは。でその愛を持つっていうのはやっぱりそういう取材からね、鳥の絵表情、まあ、せめてこう写真を撮るんやったら写真を撮る絵表情撮れへんかなとかね、いうダチョウとかもおもろかったですもんね、顔アップで見たりするとそういうところからやと思うんですよね。もし訴えられたりしたら大変なのでね、ぜひぜひ自分で取材とかをされてほしいなというふうに思います。こうなってる、こう、ぴゃっぴゃっぴゃなってるのの暗いところをちょっと描いていくイメージで、今ちょっと描いていきました。胸の径のところね、描いていって、ちょっとこう混色しながら、背景とかをズボンと外側から、こういうのはね、もうちょっとデッサン的な考え方なんですけど、外側から描いたり、内側から描いたりとかっていうことをこうしながら前に出してあげたりとか、輪郭線。今僕は黒巻き効果って言ってね、これ輪郭ピッピターっとしとるんですけど、実際問題はなんか後ろの緑色が映ったりとか、そして反射光とかね、肩回り込んでいくとかそういう風にこうなるんですけども、そういうこう立体感みたいなのを出していかんといかんわけですよ。説明難しいね、頑張って丁寧にこれだけ1000本も作ってきてるけど、なかなかね、皆さんこの絵は描けるでしょ、うん、絶対描けますよ。ぜひぜひこう、まあ、鬼工業とかにこの同じ絵出して送ってきてもすごいさっぱりやりますよ。もうね、答えがあるので、さっぱりやりますのでね。でもぜひぜひ皆さんで鳥とか描いてみたり、動物系もね、ちょっとやってみてもおもろいかな思ってますもんね。なんかライブ配信でやりたいなと思ったりするんですけどね、動物園はどうしてもおっちゃん一人で行かんで、チビたち連れて行きますからね、動物園の許可とか得れるか分からんから、上野動物園とか東京行ったらやりたいですよね、なんかね。で外側から今ペッと決めましたよね。そしていよいよこのグリーン系みたいな、これは、ビリジャンという色かな。まあ実際問題ビリジャンってもっとこう透明感あるような色なんですよね。透明感ある色ですけども、これはなんかちょっと白が混ざったような色で、こういうのもほんとフタロブルーとフタロシアニンブルーと白と、レモンイエローみたいなのをちょっとこう混ぜたら近い色ができますよ。お、なんか来たね、ドくん、ドくん、パパお仕事してるよ。なんかね、でこう明るいところを描いていって、あ、いかん、こんかったっす。はい、弟ですね。うん。この辺ちょっと毛先がね、ぴゅっとこう広がった、もうちょっとこうそういうこうダメになった筆とかあるでしょ、皆さんね。そういうの捨てずに残しといて、ちょっとこうなってんのとか、よし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 とかっていう風にね、私より声がでかい弟が。僕は撮り直さないんですね。はい。こういう、こうね、生放送感も残しておきたいなというね。クジャクさん、一緒にこれも、調理センターに遊びに行ったんですけどね。もうほんと、元気、元気、もりもりくんですよね。で、ほんと、毛をね。それをこう、扇状にこう、頑張って、ちょ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 っとやってってます。この辺はね、そう、毛先をこう、広げて、こう、だ、とき、あ、水の量とかも、まあ、多すぎずにちょっとかすらせる、でもかすらせでしすぎてもあかんわとかっていう感じでやってたりする。どうですか、クジャクめっちゃ絵になると思いません？こうね、でこの辺の体の方の体毛みたいなのも描いていってると、もう一枚二枚もうクジャク描きたいなと思ってますけどね。私より声のでかい弟くん、どうくん、何返事します。うん、呼んだ、一緒にちょっとお仕事して、これこの絵見てどう、ちょっと来てね、来ましたよ、ちょっと来て、よいしょ、それ何ですか、サメ、サメでございます。色白いな、トウ君、カメラ見て、ほらカメラあっち見て、ほらあっち、こんにちはって、これどうやってあるの、ね、あ、サメが合体するおもちゃでございます。これ見て、この絵どう、どう、これ何、これわかんない、
え、これ何？あかんないや。あかんないじゃなくて、あかんないじゃないです。ね、少しずつ書き進んでいきました。あ、そしてフタロブルーももっと青を使いたいなと思って、フタロブルーを出しました。それと黒を混ぜて、体の胸のところですね、眠り。これどうやってやるの？これね、サメが合体、あ、胸のところに水を多めにしてグレーズという形、これお兄ちゃんができると思うで、グレーズという形で、ママが来ましたよ。これ、ね、どこにある？これはグレーズという形、うん、ママが迎えに来てくれたよ。よかったね。行くということで、お父さんより150倍ぐらいママが大好きということでございました。ね、ちょっとグレーズと言って水を多めにして、まあ、こういう時にこう例えばグロスポリマンメディウムとかそういうのも入れてみてもいいと思います。すみません、全然もう取り直す気ゼロでございますね。はい、でこういうグレーズ的な下の絵の具、ここの毛も少し残りつつね、こう、まあ、水を目にしたらそういう効果も出ますので、ただ、半透明白っぽい色とか不透明とかっていうのをやるとスカンブルという効果になります。今のは黒 と、プルシャンブルみたいな色です。そしてこう口の先とかね、この辺とかね、ちょっとカメラが手の方にピントが合ってしまいましたね、すみません。この辺がね、もうおじさん一人でやっとるからね、誰かがいたらこうギュッとやってくれたりするんですけどね、もうそれはもう一人でおじさんやってますので、この白男ささがいいと言ってくれた友人もいます。元気しとるかっていうことでございまして、こんな感じで、最後まだまだありますね、描いていっておりますね。元気もりもりくんでございます。ちょっと細かい描写をしていきます。それで一回こうグレーズした後にまたこうこの毛を変えていくということですね、細かい描写をしながらチュッ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 と、やっていくと、まあ、この辺のこう瞑想筆みたいなのは、まあ、ナイロン系の筆が僕は多いかなというふうに思います。まあ、こういう、鳥を描くに関してはおそらくこう瞑想筆みたいなのがあった方がええんちゃうかなというふうに思いますけどね、どうしてもですね、こういう細かい描写みたいなのはどうしても瞑想筆が必要になってくるかなと思います。そしてこれは、名村さんのナイロンの筆でガッとなって、山切りカット状にしたものです。でこうもう本当に水の溶き方みたいなのでもだいぶこうニュアンス変わってきますから、皆さんもこうですね、その溶き方一つでもこうちょっと工夫して、ちょっと水を多めに溶いてあげようかなとかですね、本当に元気もりもりでございますよね。その元気をお父ちゃんも欲しいという感じでございます。でこの辺のを描いていきました。そしてまたもう一回明るいところを、ここの毛のとこね、を胸毛なのかな、これは胸毛なのかな、すごいこう毛むくじゃらさんでございますけども、うわ、顔かけたと思ってね、やっぱ鳥、まあ鳥好きからするともしかしていやもっとこうすわとかって思うかもしれないですけど、僕個人的には顔かけたと思って、おります。ちょっとこう光が当たってるところは少し黄色を多めに混ぜたような感じで、少しこう明るくギュッと光らせてあげるみたいな、まあ、この辺はちゃんと形に対してちゃんと即しているかなとか、光がこう当たってるなとか、ちょっと理解しながらやらないと難しいんですよね、その辺ってね。こうやっぱね、ここにこういうものがあって、それがこういう角度からの光が当たってこうなってとかっていうことを、今日はうるさい弟がすいませんね、まあにぎやか放送でございますという感じで、背景なんかもうこの金網とか映ってたんですけども、そんなの全部カットしました。かっこよければいいんですよなんてね、もうレンブラントの絵とか、もう闇の中にしてるとかあるじゃないですか。もうそれはもう皆さんがかっこいいかどうかということで、そしてここの毛の先の先のところに白さをちょん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 と入れてる。キッキッキッて、わかりますか？キッ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 と入れてるね、こういうところ、最後の方の書き込みでございます。まあこういった感じで、細い筆とか、もちろんもっともっと書き込めって言われたら書き込めますけど、皆さんがね、私をどんどん上回っていってほしいので、私としては、このぐらいでかっこいい段階で終わらせておこうかなと思います。絵画ですので、絵画のかっこいい段階、まあもちろん写実的に描いて、いっておりますけども、
ちょっと筆跡みたいなのは残しておいた方が濃い絵はかっこいいかなというふうに思って、ザザッと描いている部分とメチメチっと描いている、何それ何ザザメチメチっていうような表現の幅を大きく持たせたという作品でございます。アクリル絵の具とかにもぜひぜひ興味持って、ここからまた透明水彩とかで描こうと思ったら描けますからね。若干弾く可能性はありますけど もうその場合はなんかこう薄くジェストかなんかを薄く水で溶いたものかなんかを画面全面かなんか塗布とかしておいたりすると意外と描けたりするかもしれませんよ。まあそういうのもね、また皆さんぜひ試されてみてはどうでしょうか。何でもね、実験してみて、使えそうなものとかを、私みたいに過去にやったものをどんどん忘れていくんじゃなくて、皆さん蓄積型でいけばいいと思います。私はどんどん忘れていきます。そういう人種人間でございます。ということで、どないでっかかっこよなってきたんやないですか。最後細かい描写をして、ある程度完成といたしました。ネチ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 、やっぱり最後ね、密度を上げ、ただやっぱりこの立体にこうちゃんと沿ってないとあかんんですよ。これね、どうしてもこうそこのところをね、忘れて、ただ細かく描けばいいでしょうってなったら、この薄っぺらくなってしまったりするし、ちょっとこう、僕の場合はこの絵に関してはやっぱ絵の具のこう、ラフに描いている部分の表情と細かい部分の密度の差みたいなものをつけることによって、作品としてかっこよく見せるということを、忘れないように、頑張っていったという作品でございました。本日もご視聴ありがとうございました。どうですか？やってみたくなりませんか？よかったらぜひぜひ、頑張って、鳥なんて描いてみてもいいかもしれません。いい気分転換になりますよ。ということで本日は以上です。よかったら最後までご視聴いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあまあね、いい感じで描けたんじゃないですか。鳥もね、結構絵になりますよね。皆さんもよかったらぜひぜひ描かれてみてはどうでしょうか。お近くのね、動物園とかね、平日のね、日中とか意外と行ったら空いてるかもしれませんのでね、よかったら頑張って取材されて描いてみてはどうでしょうか。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。よろしく。